スナキャック・マルティネ、スナキャック n c 7 0にマルティネ、スナキャック・マルティネはドイツで設計され、フランスで製造された、総発単用の軍用練習機、小型輸送機である。本機は、フランス軍と1940年代終わりから、少数機がフランスの航空会社で運用された。ドイツの戦争遂行を支援するために、ブールジュにあるスナキャック工場は、 ドイツ空軍向けに455機の g ベ l s i 2 0 4小型輸送機の生産を命じられた。1942年に生産が始まり、占領からの解放により生産中止となるまでに168機が納入された。フランスはこの機体の生産継続を決定し、NC-700 と命名した。一機のみの試作機である NC-700 は、ルノー 12S-00 エンジンを搭載して、 製造された。この機体名称はもともと、ドイツ空軍向けに製造する予定の少数機にも使用されたが、フランス空軍向けの機体に転用された。この後スナキャックは、SI-204D を元にしたガラス張りの段無し機種を持ち、ルノー 12S エンジンを搭載した、NC-701 マルティネと SI-204A を元に、した段付き機種を持つ NC。 702マルティネという2種類の派生系を製造した。マルティネはフランス空軍とフランス海軍の双方に収益し、最後の機体は1963年まで使用されていた。少数がエールフランスを含む民間航空会社で使用されたが、すぐにダグラス DC-3 のようなより大型の機体に代替された。 フランスの郵便事業でも数機が使用されたが、1946年7月のエフベフ機の事故の後で飛行停止となった。イ軍では写真探査活動に使用され、少数がポーランドやスウェーデンに輸出されて、地図作成用空中写真撮影に使用された。出展、e、EA 所言性能。ありがとうございます。